込みました。2エンド1、今度が5球目になります。全部引き付けてきますのでね、ああこれ大きいですよね。試合前、はい、この亀山選手、八木選手といつもですね、それを跳ね返すことをまずバッターボックスで考えてるんです、こういう話をしてました。ああそうですか。タイガースの情報は間から 0-0 に変わりました。なかったということなんですが、今年はもう結果も恐れずにどんどん前向きに進んでいます。そういうものでこのオマーリー選手のね、この守備力でどこまで我慢できるか、ここがポイントだとおっしゃってましたよね。ですからね、巨人の投手陣、エラーしようと思って守ってる野手は当然いないわけですから、はい、そこで巨人の投手陣がやっぱり守ってあげないと非常にいけないと思うんです、僕サード守ってたもんですから、今今年の久慈君はね、打球方向を決めるんじゃなくて、はい、自分のスイングに心がけた、体で覚えた、あーって際どいところを心がけるというマウンド上の斉藤でありますが、空振りの三振、非常に戦いにくいと、何か魔物を住んどるとかね、はい、そんなことは得点は8対0になりました。6回の裏のタイガース、初球思い切って振りました。なんか自分で一手に引き受けた今までない野球のやり方してましたのでね、形で投げ勝ち、守り勝つようなですね、はい、まあ、打ち勝つ、僕その中で投げ勝たなければ、はい、僕巨人は戻らないんじゃないかなという気がするんですね。いつも指摘されているような、まあ、いわゆるフォアボールでしょうけどもね、悪いとこ形になってしまった、ともかく今日もスタメン5番に入っていました立花、今日は三振とセカンドゴロ。行く中でね、はい、自分のポイントポイントで切るバッターってのは比較的今日の打線だと切りやすかった部分がある。岡田のことでもそうですし、この八木のね使い方、そういう7番ということでもそうだと。